ウィーザー、ウィーザー、ウィーザーは、アメリカ合衆国出身のオルタナティブロックバンド、パワーポップブームの火付け役であり、作風は一時期、泣き虫ロックと評された。全米チャート上位の常連であり、2009年にグラミー賞を受賞している。1988年、リバースクオモが18歳の時、ロックスターを夢見て、ロサンゼルスに行くが、すぐに挫折。 1992年2月14日、同じようにロサンゼルスに来た、マット・シャープ、パトリック・ウィルソン、ジェイソン・クロッパーとウィーザーを結成。1年強、ロサンゼルスで活動する。3月、ウィーザーの初演奏。ハリウッド・ブルバード、ハリウッド大通りにある、ラージー、エス・バーで、ドッグスター、キアヌ・リーブスが所属するバンドのオープングアクトを務める。ギャラは35ドル。 1993年6月、DGC レコード、当時ゲフィンレコード参加と契約し、ニューヨークへ移り、ザ・カーズ、カーズのリックオ・ケイセックをプロデューサーに迎えて、レコーディングを行う。1994年5月10日、ファーストアルバム、ウィーザーで、全米メジャーデビュー時、グラミー賞、MTV ビデオミュージックアーズ賞等を受賞。300万枚を売り上げる。 以降、セルフタイトルのアルバムリリースをシリーズ化。1995年3月、ファーストアルバムウィーザーが日本で発売。8月、マイクロソフトウィ Windows 95発売。バディーホリーのミュージックビデオが付録。1996年9月24日、セカンドアルバムピンチャートンがアメリカで発売。アメリカでは、 当時50万枚しか売れず失敗作扱いであったが、その後再評価される。9月21日、日本でピンチャートンが発売される。日本ではヒット。ピンチャートン発表後、ピンカートン探偵者からタイトルが原因で、訴えられるが、タイトルは、オペラ、蝶々夫人から拝借したものであため、探偵者は訴えを取り下げた。1997年リバースは、 ハーバード大学に進学するため、ボストンに移る。ボストンで、マイキー・ウェルシュと出会い、一気投合。1998年、リバースの心の支え、マット・シャープが、ザ・レンタルズ、ザ・レンタルズの活動に専念するためだったい。マットが抜けたことにより、リバースが落ち込み、解散状態になる。マットの後任に、マイキー・ウェルシュが加入。 2000年2月21日から3月18日、アメリカでツアーを行う。8月6日、サマーソニックに参加。2001年5月15日、ゲフィーにより、セルフタイトル第2弾のサードアルバム、ウィーザーを発表。プロデューサーは、リック・オ・ケーセック。6月22日、ワープドツアー、バンズ・ウォープットツアーに参加。7月から8月、マイキー・ウェルシュが、自主的に、 精神病院へ入院する。マイキー・ウェルシュ脱退。夏、スコット・シュライナー加入。2002年5月14日、ホースアルバム、マレドイトを発表。日本では2002年5月11日。8月、サマーソニックに参加。小休止に入る。2005年5月10日、プロデューサーに、リック・ルービンを迎え、フィフスアルバム、メイク・ビリーブを発表。 後にプラチナアルバムに認定される。7月、ララプルザ2005シカゴツアーに参加。8月、サマーソニックに参加。8月15日、ゼップ東京にて単独ライブを行う。12月、ウィーザー・ジャパンツアー2005を開催、来日する。2006年5月16日、ビバリー・ヒルズが全米カレッジラジオ局で最多オンア回数を稼ぎ。 カレッジソング・オブ・ザ・ヤーを受賞する。6月8日、リバースがハーバード大学を卒業、英文学士号を取得。6月、リバースが長年交際していた日本人女性と結婚する。式はカリフォルニア州マーリブで行われた。2007年5月、リバースと夫人に娘が生まれる。ミアと命名。リバース・クオーモがソロ名義でデモトラック州。 アローも発表。2008年6月4日、DGC、インタースコープより、セルフタイトル第3弾の6ス,スアルバム、ウィーザーを発表。2009年7月26日、フジロックフェスティバルの最終日に、ヘッドライナーとして来日した。10月28日、セブンスアルバム、ラジツデを発表。なお、同アルバムのリリースをもって、 インタースコープとの契約が満了した。2010年9月14日、インディーレイーベルのエピタフレコードから、エースアルバム、ハーディを発表。11月3日、未発表曲集、デストゥ・フォルス・メタル、レアトラック貯蔵庫と、セカンドルバム、ピンカートンのデラックス・エディションを同時発売。2014年10月7日、リパブリックレコードから、ナインスアルバム、 Everything Will Be All Right in the End を発表。プロデューサーは、リック・オ・ケーセック。2016年、アトランティック・レコードに移籍し、セルフタイトル第4弾の点数アルバム、ウィーザーを発表。2017年、11スアルバム、パシフィック・デイ・ドリームを発表。2018年、シングルリリースした、カバー曲、アフリカとロザーナ、ロックバンド、等ーの楽曲が、 話題となり、スマッシュヒットを放つ。2019年1月、セルフタイトル第5弾のカバーアルバム、ウィーザー及び、3月に、第6弾の12スアルバム、ウィーザーを発表。2019年8月、サマーソニック20周年記念に出演し、トヨスピットにて、単独ライブも行われた。2019年3月時点、発足。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。